はい、どうもこんにちは。プロドローンインストラクターの橋本龍です。さあ、画面見るとディップスですよね。おっと、その前にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあさあ、話はディップスに戻りますが、今回は1年間で包括申請を出した場合の申請の更新作業についての解説です。1年間終わるとまた新たに1年通んなければいけないのか、申請書を作成しなければいけないのか、面倒だなって思いのあなた、お得情報です。申請書をね、作成するにあたって包括申請で更新をする場合はちゃんと更新メニューというのが出ているので、そこの更新メニューからボタンを押すだけでと言っても過言ではない。本当に簡単、3クリックくらいだけで更新作業の申請が完了します。申請の更新作業ですね、が完了しますね。久々に見る方もいるかな、この画面。ただまあ、包括の場合は3ヶ月に一度の報告をここで行っているはずなので、まあ3ヶ月に1回は見てますよね。あと、そうそう、ID がメールアドレス登録とかできないので、何か秘密のパスワードかなんかで開くような仕組みのメモ帳か何かでメモっとくといいかもしれないですね。あの番号だけの ID って記憶力が相当良くないと難しいんじゃないですか、覚えることって。さあ、更新作業に入りましょう。今赤枠で示しているところをクリックします。はいはい、ね、申請情報管理になりましたね。はい、ここでは申請で、承認されたものに関して、一覧が出てると思うんですけども、今回一つだけなのでここで更新をしていきます。そうすると、はいと、はい、これで更新内容が出てきましたね。開始日から、終了日ないですよ。これはなぜかというと、1年間の申請ですので開始日だけだということですね。で、基本電子でやっていきましょう。紙だと手間ですよね、相手の役人の方々がね。はい、最後の画面に変わってまいりました。画面が映ることね、IT 業界だと実はね、画面遷移なんて言うんですけどね。それ皆さん知ってるか。それはいいとして、また赤枠のところにチェックを入れて申請をします。これ見えないんですよね。なかなかね、見えにくい。はい、チェックを入れて申請をすると申請を受け付けると。で、またこれは改めて向こうの担当官の方が審査をしていただくということだと思いますね。これだけで作業は終了です。簡単でしょ。そういうことで、今回の動画は Dips の更新作業についてのお話でした。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。それでは。